はい、それでは井上選手のインタビュー始めさせていただきます。まずはじめに試合振り返っての感想をお聞かせください。はい、思った以上に相手もやっぱり、もう一回すみませんいいですか。すみません相手言い直して、はい、振り返ってみてやっぱり攻撃的な選手だって最初から分かってたんで、もうちょっと防御もしつつできてたら よかったと思います。対戦してみてケイト選手の印象っていうのはいかがでしたでしょうか。やっぱ攻撃力がすごいある選手だなと思ってたんで、相手 あの足が流れたら負けしたらこっちかもしれなかったんで、しかしはい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。はい、自分は小澤海斗選手に憧れて剣を始めたので、まあ、チャンピオンになる目標はもちろんなんですけど、小澤海斗選手ともいつか戦いたいなと思ってるんで、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちらに井上選手のインタビュー終了させていただきます。ありがとうございます。